ペドノンヌは、フランスに起源を持ち、カナダ、アメリカ合衆国、イングランドでも見られる、デザートペーストリーである。フランスでは、二のおならを意味するペドノンヌの名前で知られるが、時には、品のない言葉を避けて、二のため息を意味するスーピールドノンヌの名前で呼ばれることもある。ペドノンヌは揚げ物を指すベニエのうち、揚げた時に、生地が膨らむベニエスフレに分類される。 揚げた生地の中にフルーツを混ぜたクリームを詰め、粉砂糖やフルーツソースで飾り付けて供される。オーブンの普及以前には、反流動的なシュー生地を加熱する際に、熱湯や熱した油に落とすという方法をとっていた。そのため、ペドノンヌは焼いて、生地を膨らませるシュー歌の祖先とも言える。珍妙な名前の起源については、フランシュコンテのポームレ・ダームの修道院で、シュー生地を作っている。 修道所が調理中に放棄したために誤って生地を油に落としたことがきっかけとなってこの菓子が誕生した逸話が知られている。この逸話の年代は18世紀後半とされているが、年代的には矛盾が生じている。他、揚げ菓子を作っている修道所のそばを偉い神父が通りかかり、緊張のあまり修道所が放棄した逸話、膨らんだ形に由来して、 名前が付けられたなど小説ある。また、発祥地もポー・ムレ・ダウムの他に、トゥーレーヌのマルモティエ修道院、オートイコール・サボアのシャモニーなどが挙げられている。似たようなフランスの歌詞であるペド・スールは、しばしばこの歌詞と混同されるが、実際は全く別のペーストリーである。英名のオヌーン、エスパフズの由来は不明であると言われている。1856年発行の料理本に、 レシピが掲載され、オックスフォード大学のハウスホールドエンサイクロペディアでは1859年版から収録されている。このデザートは、バター、牛乳、小麦粉、砂糖、卵から作られ、蜂蜜が加えられることもある。伝統的にはラードで2度揚げ焼きし、その後焼く。最も確立したレシピでは、バター、牛乳、小麦粉を鍋で調理し、その後卵を加え、 焼く前に混ぜた材料に砂糖を振りかける。バターとパン生地を足して煮で割ったようなものであり、中皮に似て、クリームも詰められる。このデザートのレシピは、バージニア州の2冊の料理本にも見られる。ありがとうございます。